とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ボスラッシュ、やっていきます。前にも、ボスラッシュやったんだけども、今日やるボスラッシュは、11月後半にアップデートされたボスたち。まず、エルゼメキア、そして、ゾディアライア、で、サメキホジロウに、マゼラボルト。その4体を倒していきます。できればね、ラスボスまで行きたかったんだけども、ラスボスはまだ出しちゃダメなので、この4体をボスラッシュ、行ってみましょう。では、今回使うキャラクターは、アースウォーカーノアだね。まあ、一番使う人は多いんじゃないかな。必殺技は、ネコスカドライブを4つ入れてきてます。まあこの技が一番強いよ。うん、まあ条件次第だけどね。条件次第、吹っ飛びやすい敵に対してはあんまり有効じゃないから、吹っ飛んでしまってダメージを最後まで与えれないんで、そこだけはちょっと注意かな。あー来たー猫スカドライブ潰し、こうマジカルベールの時にやるっちゃうともう瀕死になるもんね。瀕死ダメージを負っちゃうので、このマジカルベールの時こういうランダ系の技は要注意。マジで死ぬから本当にガッツリ食らうから。よしよし、オッケーオッケー。前ほどさ、キャンセルしなくなったかな。前は結構ね、技をガシガシキャンセルしてたけど、変わってないか。まあいいや。うん、まあちょっとキャンセルしてくれないとこいつはきついかな。うん、ちょっとキャンセルしないとね、プラズマを思いっきり食らっちゃうんで、ちょっと注意していこう。うん、プラズマはさすがに食らうと死ぬ。ああ全然キャンセルするじゃん。するする、キャンセル。じゃあこいつ吹っ飛ばないか。ゾディアライアは吹っ飛ばないならばもうこっちのもんだよ。ガシガシダメージ入るからね。よし、ネコスカドライブはどれぐらいだ。あやば、あオッケーオッケー、キャンセルした、したね。多分20秒ぐらいで再使用できるから、まあそれだから優秀なんだな。できればね、ブルーストリーム級の、うん、再使用時間のやつがあればいいけど、あれはほんと稀なやつなんだよな。あの再使用時間は本当に素晴らしい。あの攻撃力で13秒だもんね、次使えるまでが。チートすぎるあれ。よし、あーやばい、危ねえ。終わらせる。ああ、いけたね。最後の一発がちょっと先っちょが当たっちゃいましたね。はい、では続いてサメキホジロウくん、そしてマゼラボルトいきます。お、珍しいね。珍しい。ホジロウくんじゃなくて、キングドジラス、出ました。これはね、10回に1回ぐらいしか出ない。なかなかレアなやつ。うん。でも強さとしては、ホジロウくんの方が強い。し、いい装備を落とす。なので、まあ、当たりか外れかは、まあその人次第っていうような敵じゃないかな。うん、あ、いやでも珍しい。まさか撮影中にこいつが出てきてくれるとは思わなかったね。うん、こっちがね、出したくても出てくれるやつじゃないんで、なかなかラッキーかな。はい、では最後マゼラボルトいきましょう。ではサクッと倒しちゃいましょう、マゼラボルト。
他のキャラと違ってノアはね結構ゴリゴリいって大丈夫なタイプ。敵の技を潰せるんで、あーでも潰せない時もあるね。うん、まあ1人よりもパーティーでやった方がいいんだよな。うん、2、3体のネコスカドライブ連発で敵の技をねガシガシこう潰していくっていうのが一番早い戦術なんだろうけどね。1人じゃちょっと潰せる数が決まってるか。あやっぱめちゃくちゃほぼほぼ潰してしまうわけでもないね。ああ消えた、マジか、しゃあないね。まあでももうちょっとで倒すし OK です。ローストビーフ食べてやっていくぜ。ブレイズ思いっきり食らった、ブレブレイズ思いっきり食らった。なかなかキャンセルがうまいこと言ってない。よし、いいよいいよ、あと一発、はいおいで、フィニッシュです。はい、では今日はねアースウォーカーノアを使ってボスラッシュソロで行ってみました。まあ強いからね楽勝です。はい、それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや